安丸出汁の高橋商店の提供でお送りします。今週も元気に北部へ向かう。北部はまだ涼しいかな。具志堅にある具志堅福川、地域の御滝のふもとにある湧水で、現在でも水量は変わらず豊かに湧き続けています。馬蹄形をしているところから馬の蹄がめり込み、そこから湧水が出てきたという伝承がある。かつては多くの人々でにぎわっていたようです。
梅肉と合う。鶏肉に三人の香りが移り、いい香りと不思議な味わい。こんがうま。次週は先週釣った赤レイをお楽しみに。今週も最後までご視聴